了解。おう。例のあれ、持ってきたような。ああ。まがいもんは一切なし。道島見切りで仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。一丁につき6発撃てるとして、36発発射でいる。36発か。相手は上野義晴と、その場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して、何のつもりなんですか。柴田。担当直入に言います。今日、上野義晴の襲撃。真島さん、行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日、出所直後の上野義晴を都内のラーメン屋で襲う。そういう計画ですよね。実はあの計画、ちょっと問題がありましてね。予定を変更させていただくことになりました。このまま襲撃に向かえば、道島組長、八島さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟がもう向かってんねや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん。あんた俺に兄弟裏切るっていうか、このまま見殺しにしてやっちゃうか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって、冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん。でもそれじゃああなたの身も。うるさい、関係ないな。こっちはそないなもん。とっくに捨てて払ってる人じゃ。そうですか。それじゃ仕方ありませんね。おい。柴田。お前には失望したで、真島。すまんの親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったら、そのくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は、冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先が、この穴ぐらいだ。親父。安心せい、別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな、殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は、教えてください。親父。近くに親です。あの、オーナーだって言ってるんですけど。わかった。何の用や。お疲れさん。お前ちょっと今から出られないか。うん。いやさ、お前と飲みたくなったよ。どういう風の吹き回しや。あいにく、あんたと酒飲むくらいなら、自分のしょんべん飲むがまだましや。やめとけ。あんまりうまいもんじゃねえぞ、あれは。店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう。俺は明日の公園で待ってる。早く来いよ。オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるかわからんから、あと頼んだで。え、わかりました。市民にも伝えておきます。すまんの。
mega faggot. こないなとこに呼び出して何の用だ。そう構えんなって、お前と飲みたいだけって言ったじゃねえか。ほら座るよ。何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見つかっとって。こんなご時世だ、10万するフグの買い過ぎだの、 100g1 万の松坂牛と判断だ。高いもんあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。お、なんだよ、最初の一杯きり全然飲んでねえじゃねえか。あんたが横に寄って気持ちを飲めるか。もう2年にもなるか、お前との付き合いも。なのにそういう反抗的なとこは変わんねえな。あの島の兄弟がなんでお前みたいな奴を生かしておいてるんだか。まあわけわかんねえよな。極道の世界で親に逆らった奴は必ず相応の報いを受けるもんだ。破門、絶縁、その辺ならまだいいが、ひでえ時には人知れず殴り殺しにされることもある。お前は穴蔵行きっていうその最悪のケースを踏んじまったはずなんだ。だが穴蔵での拷問に1年間も耐え抜いたお前を島野はあそこから出した。耐えたお前のたくさも信じられないけど、何より一度穴蔵に落としたやつをあの島野が救うとはな。だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴蔵から出たお前は破門も絶縁もされずに極道の世界から追放された。そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、仇として飼うように指示をした。武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか、奴の目的は一体何だろうな。さあ俺が聞きてくれ。案外理由は単純で、ただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれないな。なんだよ、つまんねえやつだな。そうだ、一つお前に聞いてみたかったんだ。なんでお前そんなに登場会に戻れてんだ。お前みたいな跳ね返りがこんなバスに耐え続けてまで。西島大河だっけか、お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってたな。18人殺しの西島大河か。当時は大騒ぎになったもんだ。登場会と敵対していた地元組織上野世話会の会合に単身襲撃、結果相手組員18人を射殺したんだからよ。登場会のイケる伝説、こっちでも随分話題になったけど、その西島も今や無所の中、18人もやったんだ。あとは死刑判決を待つだけだろ。なのにお前はそいつのために登場会の復帰を望んでる。そこがわかんねえんだ。兄弟は変な死にはためない。あいつは必ず戻ってくる。俺を殺しにな。殺しに、あ、なんでもない、もう過去の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが、どんな屈辱に遭おうが、登場会にのし上がらなあかんねえ。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟軍の帰りを待ち続けてるってわけか。登場会に戻って西島が戻ってきた時の席を用意する必要がある。泣ける話じゃねえか。あんたには関係ない。まあ俺も大門違いとはいえ、島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気にはなれねえな。お前もいい大人なんだ、もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや、お前は俺に言われて素直に入って言わない男なら分かってる。じゃあ
お望みの本題に入ろうか。お前、人を一人殺せるか。殺し？あ、そうだ。なんで俺がそんなこと。言ったじゃねえか、極道に戻れるなら何でもやるってよ。違うのか。そないなことせんでも俺は店の売り上げ、あと5億上げて極道に戻る。オデッセイから望みを引き抜いてか。もう知っとんか。けどさ、もし俺がオデッセイに連絡すればその話、今からでもなかったことにできるんだよ。なんやと。まあつまり、お前の未来は俺の手の中にあるってことだ。未来は僕らの手の中。金儲けさせたように人殺しまで手伝っちんか。どっちも大事なことなんだよ、俺にとってもお前にとっても。誰をやればいいんや。牧村誠、聞いたことないか。誰それ。知らないか。最近総天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春。牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせて、その上がりを吸い上げた。その上組織から逃げ出そうもんなら、見せしめに赤ん坊の胸が肩にされるって。相手がクズでよかったな。やりやすくなっただろ。その牧村って男はどこにおるん。それを調べるのも仕事のうちだ。牧村は女たちにテレクラで男を釣らせて、探るなら末端の女どもから当たるのがいいだろう。テレクラで牧村の息のかかった女を探すちゅうことか。仕事の期限は2日だ。それまでに的を仕留めろ。もしそれを超えた場合、今度はお前が狙われる立場になる。いいな。それ確かに。殺しの方法はお前に任せ。仕事を終えたらこの番号へかけ。分かった。まじめちゃん、最後に確認しとくぞ。殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そうが、18人殺そうが、成人を殺そうが、クズを殺そうが、人殺しは人殺し。やった瞬間、真っ当な人生には二度と戻れなくなる。街は向こうが家にいるが、人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる。極道の先輩として忠告しておくこと、殺しなんてやらないで済むならそのない。当たり前だよな。でもお前は、てめえの目的のために見ず知らずの誰かを殺せるか。うるさいな。どっちみち、人も一人殺せんやつは、極道として犯人前だ。やったわ。そうか。部長さん、こいつはどうもこれで。あんた好きに飲んでくれ。あ、ガムうまいぞ、食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村誠。Here.
もしもし。あ、もしもし。どうもこんにちは。俺ゴロを言うんやけど、そっちは。うち？アッコ。アッコちゃんか。何よ、元気なさそうやん。もっと楽しくおしゃべりしようや。せやけどめっちゃだめんやもん。久々に学校行ったけど、そこまで受けてもらった。なや自分、ひょっとして女子大生？うん、そうやけど。アコちゃん、テレクラにはよく電話しとんの？そうやな、うち退屈なのが嫌やから遊んでくれはる人を探してんねん。ほな、外で会ったりとか？ドキドキな。会う会わへんはどないして決めとるんや？まあ、お腹が空いてる時とか。元気やな。飯を持ってくれたら相手は誰でもええんや。別に誰でもええってわけはないけど。あ、そうや、ホロさんやったっけ？ホロさん、入れ墨してはったりしてへん？入れ墨やと？うん、うちそういうのはちょっと興味あんねん。しとる言うたらどないする？え、ほんまに？ほんまにしとるんやったら、どんな前なんか教えてくれへん？なんでそんなことが気になるんや。うち、絵の勉強してんねん。せやけど、入れ墨なんてめったに見られへんや。せやから、もし入れ墨しとる人がおったら、実際に表で生で見せてもらったりすんねん。ハンニャや。え？俺のせいには、ハンニャが入っとる。そうなんや。ハンニャか。ところで、アコちゃん。俺からもちょっと聞きたいんやが。ん？何？牧村誠って知ってるか？あ、俺、聞くわ。ちょっと待ってくれ。何？いやな、俺実はフリーのライターやってるな。牧村さんのこと興味あんねや。それで牧村さんを知ってる人から話聞きたいな思ってるな。アコちゃん、牧村さんのことを何か知っとるか？せやったら、ちょっと話聞かせてもらえへんやろか。ああ、もちろん、俺はするで。絶対アコちゃんにも、牧村さんにも迷惑かけへん。どうやら。ほんまに？ほんまや、ほんま。わかった。せやったら、今から岩おばしにして。あ、岩おばしやな。コロさんはどんな格好してんの？グラさんに黒のジャケット、髪は長髪を後ろに結んどる。目指すからすぐわかると思うで。わかった。ほら、今から岩おばしで。待っとれ、絶対来や。そしたら後で。アパレコーラカルクイーンがよう来てくれたな、おおきに。ひょっとして、芸能人やってことバレた？ん？しもた！やっぱりこない変装しても、分かる子には分かってしまうか。自分のハンソン顔は憎いわ。まあ、ええでええで、サインやったら何もでも書いてあるから、みんなには内緒にしといてな。うちの考え結果、このアホな人が例の人なわけちゃうもんね。あ、例の人やと？なんでもない、優しそうな人で安心したわ。うちがアコ。ほな、早速やけど、そこらで食べ物見ながら話聞かせてもらえるか。お茶？うち、お腹減ってんねんけど。そしたら、飯にしようか。何食いたいん？うち、お寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生となるとええもん食うてるな。そらそうやん。今時女の子とデートするなら、予算5万くらいないとお話になるわ。五郎さん、社会人ならそれくらい持っとるやろ。当たり前やないか。学生が見たこともないような豪勢な飯、壊してるべ。ほんまに？五郎さん、分かっとるやん。よっしゃ、ほな行こうか。お寿司好き？
お題はこちら。ありがとうございます。ごちそうさま。おう、お願い。さて、腹ごしらえます。お、今度はゲーセン。ゲーセンって最近ゲーセン見たら。よっしゃ、ほな行こうか。あ、ほら、あれや、 UFO キャッチャー。なんやこれ、こんなの何言うてんのや。っていうか、あ、誠さんのこと。しゃあないな。
いる。そんなと。そうなの。親と喧嘩して家出するような不良娘。今のバイトで知りようと。せやからみんな。マジ。せやけど中に。せやからそのあ。あ？遅いわ。さ。白いな。あ。なんや。リスクに来たな。ちょっと話してるな。やっと見つけたで。自分の手に。届けても無駄やで。こ。俺に。はい。なんや。今日はこの前の男はおるのか。おらんのやったら読んでもか。待ちや。ああ何やわれ。何勘違いしとる。何やと。ディスコ言うたら今から俺がアホ抜かすのも大概にしとはい。